本当に何も知らないの私ったら人間とお話ししてるみたい。あのマクロスの話よ。うん、境界線ができてから何年も経つのに。あれ、見えるでしょマクロスがかけた魔法。あの日からフィルターで私たちを守ってくれてるの。そして今日は、そんな偉大な魔法使いマクロスの誕生日やっと会えるのね。そんな素敵な人と同じ名前だからって。 調子乗らないでよね。